こんにちは、速稼塾の久保です。今回ウォートークのことについてお話したいと思うんですけども、私はウォートークに興味がないし、ウォートークを買ってるわけでもないんですよ。ただね、なんでこのウォートークの話をするかっていうと、一つはウォートークというキーワードで、YouTube を発信してる人があんまりいなくって、このテーマで話すとね、アクセスが集まるだろうということです。もう一つはですね、すごくいい学びが今だからこそあるんですよ。例えばウォートーク、今、ね、運営元が止まったりとかして連絡がつかなかったりとか、情報がリリースされてない状況ですよね。で、ウォートークンを買うときに、そういう状況を想定して覚悟して買ったんですかってことを、やっぱりウォートークンの投資者には自分で思ってほしいんですよ。で、そうなったときに、いやそんなことはないから大丈夫だよっていうふうにポーンと放り投げたとしたら、これはもうカモへの道なんですよ、ずっと。で、詐欺にかかるとか詐欺にかかんないとか以前に、防御力がなさすぎて油断のしすぎなんですよね。楽観論だけで行動してるんですよ。人っていうのは悲観論で決定して、楽観論で決定後の行動を取った方がいいわけですよね。でもそれ大体逆なんですよ。楽観論で決定して、そして何かが起こったら悲観論ばっかりをね、想定して、そこで止まってしまうんですよね。ウォートークンのお金どうなるんだろう、どうなるんだろうと思ってる方、じゃあどういうふうにして取り戻すかっていう方法をいくつか考えられるかってことなんですよ。で、小野里さんっていう方は私の友人ですけども、彼はね、ウォートークンを取り戻すためにこういう活動しますよっていうふうに打ち出してきてるじゃないですか。で、それに対して批判する人もいると思うんですよ、当然。小野里さんそんなこと言ってるけども、どうせまたお金かかるんでしょうとか、それでさらに小野里さんなんかお金儲けようとしてるんじゃないですかっていうような批判もあると思うんですけども、じゃあ批判してるあなたは他に打つ手は何かあるんですかとか、ない状態なのにウォートークンに参加したんですかってことなんですよ、結局は。だから最悪の時が起きたらどうしようっていうふうに考えながら参加しなければならないんですよね。じゃあその備えがなくてリスクヘッジがないまま参加するとしたら、これは投資をするもうね、資格がないと言ってもいいぐらいなんですよ。だって絶対はないわけじゃないですか。プラストークンっていうのがウォートークンのちょっと前にありましたけども、あれもう凍結されてたじゃないですか。凍結されてる時にウォートークンがなんとなく始まってきて、プラストークンの負けをこっちで取り戻すんだみたいなね、完全になんとかトークンみたいなね、危なっかしいものをやってるわけですよ。しかも裏付けもないし、人脈も作らずにやっちゃってて、多くの方は小野里さんの情報頼りになってるんじゃないかなと思うんですよ。で、小野里さんがもうウォートークンに飽きてしまったりとか、発信することをやめてしまったり、どっかに引っ越してしまったりとかしたら、もう打つ手なしみたいな状況になっていくのに、小野里さんの情報だけを頼りにしてるみたいな状態が起きてるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回の動画をまとめますけども、情報発信者が小野里さんであることは、それは仕方がないことだと思うんです。小野里さんの情報をキャッチして始めたと思うんですよ。でもその次に小野里さんがいなくなった時の他の人脈を作りながらウォートークに参加したかどうかってことなんですよ。こういうふうなビジネスっていうのはどれだけ人脈を増やせたかってことなんですよ。参加ビジネスに参加してる人が、ビジネスに参加してるのに人脈を増やさないし、情報を選別する目も養わないし、リスクヘッジもしていないっていうのはもう無防備で、いつダメになってもおかしくない状況、丸裸で戦場に入りましたってことなんですよ。だからすごくね、私から見るとすごく不可解なんですよね、これが。いや、もしくは私の言うことがおかしかったら、無防備でこういった投資に何十万とか何百万をボーンと放り込んで、それで成功することが当たり前なんだっていう考えの方がいらっしゃったら、私の考えは相入れない間違ったものになると思いますけども、どっちが正解ですかね。私は資金もあるし、これで勉強もしてるし、人脈も作ってるんだけども、でも投資ごとにはものすごく慎重なんですよ。必ずリスクエッジ引くんですよ。これ臆病ですかね。これ私は当然のことだと思うんですよ。だって資金がなくなったら困るようなものを放り投げるってことは当然考えられないわけですから、だからね、そのウォートークンの人を別に小バカにしてるわけじゃないんですよ。ただ今回ウォートークンがこういうふうな状態になってしまったと思うんだったら、今が学ぶチャンスなんですよ。あ、自分にはこういう備えがなかったからこういう時に狼狽してるんだなと。よくわかんないものに入れすぎちゃったかな。そもそもウォートークンってことを十分理解してたのかなと。小野里さんの発信だけを頼りにして、自分で考えたり自分で行動することを怠っていたんではなかろうかって考えるわけなんですよね。そういうふうにすると、次にまたこういう投資のチャンスとか何かビジネスに挑戦するチャンスがあるときに、もっと慎重に、もっと念入りに、もっとリスクエッジをしてるんで、失敗のチャンスってのは変ですよね。失敗の可能性を減らすことができるんですよ。そして何回も繰り返していって、失敗がどんどん自分の防御力に変わっていって、失敗が経験になって、経験という資産になっていって、最後投資で勝てるようになるわけですよ。その階段を歩んでるかどうかってことなんですよね。じゃなかったら毎回毎回情報商材に騙されて、ネットワークビジネスに騙されて、投資に騙されて、あれこれ失敗して終わりました人生ってことになっちゃうんですよね。だからせっかく失敗したりとか、せっかくね、目論見通りにならないんだったら、そこからどのぐらい学んでいけるかってことなんですよね。じゃあこの動画を見てる方の中で、小野里さんと、もしくはね、花龍馬さんって方もウォートークンのことをね、たまに話すんですけども、直接連絡を取って
話をされたことありますかってことなんですよ。こんなにね自分の本名で、ね、動画をどんどん出してくれてる人に連絡を取ってね、いや同じようなウォートークン買ったんだけどもなんかできることないですかみたいなことをやっぱり相談していくとか、あの教わっていくとかってことをやらなければいつまでも経っても一人の戦いになっちゃうんですよ。で当然ですけど私ウォートークンのこと興味ないですし、ウォートークン買ってるわけでもないので、私に聞かれても分かりませんからね、ウォートークンのこと全く分かりませんから、私は単なるおせっかいとしてこの動画を撮っただけです。あと一つはウォートークンってキーワードで私のところにアクセスが高まるかなっていうようなね、こういうあのせこい目論みでやってますからね、せこい人間ですからね、せこい目論みで、まあ、この動画に関しましてはそれです。あの普段の動画はね、私は言いたいことを言ってやりたいことをやって終わりみたいなね突拍子もないことをやってるだけですけどね、まあ何かの参考になれば幸いですし、参考にならなくても幸いでございます。それでは失礼します。